はい、どうも、うるせえ兄さんです。じゃあ今日はどんなことをするんですか？今日はですね、リスナーさんに来ていただきました。じゃあ、先ほどからあちらで待ってる。はい。来てもらいましょうか。では、はい、今日来ていただくリスナーさんです。どうぞ。どうぞ。よいしょ。じゃあ、今の服だね。で、今日来ていただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はシスマオンリーということで、ウェイブラックベンチャーリスナーさんは、そうそうそう、あの時はそのウェイブを教えてみたっていうので、どんどんそっちの方をやってたんで、今回はシステマをやっていただく。そうですね、頑張りましょう。もう2人がこうやった時にはもうすでにカットされてる。まずは見本で、そうですね、ちょっと見ていただいて、見やすいところは動きながら。で、まずはハマーパンチ、自分が受けるので、ね、受け流し方、受け流し方を見てほしいです。はい、あ、実際にやってみますか。あ、はい、じゃあコツだったら重要だったりするか、そういうのを教えてください。システムに関しては技術の細かい部分とかではなくて、まず考え方というか体の状態なんですけども、このハンマーは上から下に落下する感じ。読みやすい。覚えてます。動き続ける。あ、動き続ける。姿勢。姿勢。姿勢正しくする。呼吸。呼吸ですね。リラックス。リラックス。あ、そうです。自分もちょっと怪しいぐらいのもの。それがダメじゃん。でも、なんとなくできるっていうのはいいことなんで。それはいいですね。ちょっと硬いですね。こう柔らかく。足とかも後ろに行って足踏ん張っちゃう場合多いので、足も楽にしてもらって。はい、流してます。流して、どうぞ。全然違います。2回目の時の方がどうでした？痛くないですか？あ、足こう痛くない。わっ、分散の広がってくる。ああ、さすがなんかちょっとでき始めてる。あ、そうですね。まあ、やわらかいですよ。うん、次はストライクかもしれない。次はそうですね、ストライクに関してはここら辺とか、まあ、どこでもいいですね。リラックスしてます。足も踏ん張らなくていいので、あと構えない自然な状態からどれだけ打てるかどうかですよね。うん、リラックスしていくと体が重く感じてくるというか、でどんどんこの手の周りが重くなってきて、でそれが起こるようなイメージですね。すごい、今耳に来てる。それ以前に受けるのうまい。柔らかいですよね。 ありがとうございます。でももっと楽な感じで、肩もあんまりそんな足開かなくていいですね。自然と手が上に上がるようなイメージで、それがそのまま起こるようなイメージですね。打とうみたいな感じではなくて、自然と手が上がってそのまま自然となんか無の状態から打つような感じ。重い鉄球をドーンと落とされてるみたいな。打つ時はここ力が入ります。どうしても当たるところは握りがしょうがないです。ただトンカチみたいにここの部分以外は柔らかくして、あまりこう踏ん張ったりしないんですね。柔らかくして打つ時に、まあ、ここが力入りますけど、トンカチみたいにさっきのハンマーパンチもここだけ力入って、それ以外がリラックスしてるからハンマーになってる状態ですね。手がで今度はパンチに応用するっていう感じですね。重くさせてそれをそのまんまやる感じです。もうでもしっかり一回これぐらいの距離で打つ強さに応じて、そう、吐き方も変わっていく。なんでストライクで抜ける感じあります。抜ける感じあります。うまいですね。で今度はカウンターみたいな感じで一回打ってもらっていいですか？で、そのままこうで、最初はやっぱり慣れないうちはタッチから始まって、そこから入る。そうですね。でどんどんそんな感じで、今度はプッシュ、プッシュ押して、この押されたので入るようにして、はい、手が下の方を押して、そうですね、それがだんだんパンチにこうやって、やつをそのまま返して、うん、でそれがどんどんお互いに打ち合うことになります。これで、ああ、
ベルト気をつけて。はい、で、ここにナイフございますよね。もうこうやって向けられてたらなんか嫌ですよね。ですごい怖い。で、どれぐらい緊張してるかどうかっていうのが大事で、まず向けられても怖いんですけど、それ以上緊張しないのが大事です。ゼロレンジだと来た時にそのままこうやったりとかしますけど、別にそんな早くやる必要がなくて、テンションが高くなってるところがあるので、テンションというのはその力みですか？あ、そうですね、力みが出てるところとかあるので、そういうところを、まあ、こうやってやったりとか、この辺が緊張している場合はこう殴ればもっと相手緊張するし、こうやった後にこうやって大体お金を要求したりとかが多いんじゃないか。この状態で金出せるのが分かるんですよね。ゼロレンジだと、まあ、細かい技術が必要ですよね。こうやって刺したりとか、それでもいいんですけど、システムを習ってる人だったら、こう自然な動きでまずロックして、ただ手を上げるだけですね。こうやって、まあ、この状態で自然な動きに近づけて護身術をするみたいな。じゃあこれやってみますか。はい、そのまま。ああ、そうですね。そのまま、そうですね。高速でして、余裕があったら取り上げて、まあこう突きつけられてお金出すように言われた時に、相手ちょっとこう前に出てるので、そのまま、まあ、このまま相手に向けてこうやってやってもいいし、ここからですよ、鉄鋼の原理っていうか、こうこうやってナイフ取って、あと何回も刺して、そう、あと脇とかこういろんなとこを言われて、またやらなくていいんだけどですけど、ますよね、じゃないそれぐらいできるんだったら取り押さえて、まあ全然余裕で抑えられることです。そうだね、金出せって言われて、内側だったらその方向に逆らわずに行って、自然と手がこう持ってて、で体をこう戻すときに相手苦しくなるよね。その状態で逆らわないで掴んで、で戻して、で相手苦しくなりますよ。もう片手でナイフ取ってもいいし、はい、あとはこの手で相手を押して逃げてもいいですし、まあ、こっちの方向にシステマのパンチも受け流すので、ナイフも突きつけられた時にその方向に流して、であとはこう緊張してるところとか取って、であとナイフを相手にこう突きつけたり捨てたり押して逃げたりとか、皆さんよくあの見てるのレアブコシステマだと思います。実際コンバットシステマとかいろんなシステムがあって、そっちだと動き速いのがいっぱいありますし、やっぱりコンバットになると速いんですよ、どうしたら。そう、この手の向きでいろんなとこ行けますよね。やっぱ怖いですよね。それを、うん、まあ当たり前です、人間だから。いかにあのそれ以上怖くないように耐えるわけじゃないんですけど、リラックスどれくらいできるかでやっぱ変わっていく。こう来た時も手がぶつかって、で手が引っかかって、そう、ナイフ持ってる人が苦しくなるように今のも理にかなってて、4原則ができてて、こっちは4原則できてない、体勢崩れてる状態です。 でもこれシステマ的に言えば、こっちが4原則ちゃんとやると相手が苦しくなりますよね。でそのまま、まあこのまま取ってこうできるけど、なんか不思議ですよね。力入んないですよね、なんかよくわからない、何か腕力では解決できないところ。それしてるけど無理だもん。システムもフィジカル一部使うけど、ほとんどがこうリラックス。だいたい基本的にシステムはリラックスを重視してて緊張しないとか、あの年を取るごとに筋肉は衰えますよね。でもあのリラックスは年を取るごとにあの成長していくので、そういう意味ではシステムはどんな年齢層の人にも使えるんじゃないかと思います。はい、じゃあ今回システムやっていただいていかがだったでしょうか。自分も動画で見てた時に、まあ、システムもちらっと見たんですけど、はい、ちょっと分かりにくいなと思ってて、でも実際こういざ体験させてもらったら、もう今日不思議って何か言ったか分かんないくらい、もう気づいたら終わってるとか、気づいたらもうナイフ取られてるとか、あ、不思議な体験ができたなっていうところですね。はい、見るだけじゃ分かんないですよね。はい、こうやってあのスマホで見るだけだと、うん、やられないと分かんないのはありますか。やらないと重さも分からないですし、はい、目に見えないものですから。まあでもあのこれをやることによって健康でいたりとか、リラックスするのを、戦うだけじゃなくて生き残る
まあ、いわばこの社会で生きるのにも十分使えるので、ストレスをなくしたり減らしたりとか、これで過労死する人が減ってくれたらすごい嬉しいですよね。社会問題の問題、まあ、今そう特にそうですからね、はい、企業が多いですね、はい、ということで今回来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では皆さん、この動画いいねと思ったら高評価でチャンネル登録もよろしく。やってみてください。一口ある。やってみてください。はい、ウェーブで。これのウェーブバージョン。